ラルフ・ハートレーは、アメリカの電子工学研究者。ハートレー発信回路やハートレー変換を発明し、情報理論の構築にも寄与した。ネバダ州スプルースに生まれ、ユタ大学で1909年に学士号を取得した。彼は、ローズ奨学金を受けることになり、オックスフォード大学で1912年に学士号、1913年に理学士号を取得した。 1916年3月21日、ブルックリン地区のフローレンスベールと結婚。ウェスタンエレクトリックの研究所に就職し、1915年に AT&T の大西洋横断無線電話実験の受信機開発を任された。この時の開発で、ハートレー発信回路を発明し、三極管を使った際の発信を抑える平滑回路を開発した。 発信回路の特許は1915年6月1日に申請され、1920年10月26日に認められた。第一次世界大戦の際、彼は音響式の電波発信源探知機の原理を確立した。戦後、ウェスタンエレクトリックに戻り、後にベル研究所で働くようになる。ここで中継局での音声と搬送波の転送を研究し、 伝送可能な相乗法量は、伝送周波数帯域と伝送時間とに比例する、という法則を定式化した。その後、10年ほどの闘病生活を経て1939年に、ベル研究所に、コンサルタントとして復帰。第二次世界大戦の際、彼は、特に、サーボ機構を研究した。1950年、ベル研究所を引退し、1970年、 死去。おそらく不完全、フランク・エーデロット。ザ・アメリカン r キソニアン。アソシエ c i a t i o n of American Rose s c h t t p b o o k s g o o g l e c o m b o o k s ビドイコールをくるく1 4 8 0 5 1 8 id イコール4字バエアジ&。プリンゼックイコールタイトルページ &dq イコール。ハートリー22フローレンスベール22。 PRAHPA84M1 ありがとうございます。